たなんと今沖縄にいます。はい、そしてなんとゲストさんがいます。はい、自己紹介お願いします。はい、たーい、沖縄の観光大使を目指そうバーチャルタレント、ネワウイアイビー、ゆかせることウリゲーサミラー。おー、ウイアイビー。最後の方なんて言っていいかわかんない。うーん、ゆかせることウリゲーサミラーですよ。もうわからない、わからない。さっきはね、コラボ動画撮らせてもらったんですね。はい、大量に沖縄料理をいただいて、カメカメ、カメカメ、カメカメ言うてますけど、カメカメ、カメカメ、カメカメ攻撃。ネワウイちゃんに沖縄のおすすめの商品を、まあ、5から10個入れてもらって、はい、それをポンポたちの目買って帰ろうという。あー、いいですね。はい、マカチョウ系です。マカチョウ系で、なんなに、ね、観光客が普通に買う一般的なお土産とかじゃなくて。あ、そう、お土産をちょっと知りたいけど、どちらかというと沖縄の人が普段食べてるような。おお、何気なく買うコンビニとかスーパーで買うのを教えてもらえると嬉しいですね。いっぱいありますよ。おお、さすがういちゃん。さすがもう沖縄愛がすごいからさ。本当ですね。いや、もうほんとみんなに沖縄好きになってほしいですから。それじゃあ一つ目からお願いしますか。お願いします。じゃあまず一つ目は、はい、仲良しパン。仲良しパン、仲良しパン、知らないな。仲良しパン、カエルが寝そべってるパン。カエルが寝そべってるパン、気持ち悪い。なんか想像するだけで。チョコっぽいパンになんかクリームがサンドされてる、沖縄にしか売ってないパンがあるんですよ。また量がなかなか多くて、部活の青春の味とかですか。はい、そんな感じ。おー、いいね。食べてみたい。知りたい、知りたい。中学生がね、もうよく仲良しパンとか養護とか一緒に買ってね、あの食べながら飲みながらしながら、養護って、そうだ、養護の説明もだ。あの県内の人に説明すると、うん、ピルクル。ピルクル。あー、漬物。え、漬物？ピルクル？それピクルスだ。飲み物、飲み物。ヤクルトね。そう、ヤクルトっぽい。あ、いい、それコンビニでも買えそうな。買える、買える。あー、そうですね。お願いします。3つ目、そう、3つ目になってる。スーパーっていうと、ウイ的にはすごいおすすめなのが、チンビンミックス。チンビンミックス。そう。聞いたことないな。チンビンっていうね、あの、ま、沖縄のクレープって言えばいいのかな。黒糖の味がする、焼いて丸めて食べるチンビン、出来たてをおすすめしたいんですよ。なるほど。だからあの、まあ、持って帰って食べるのもいいけど、ぜひチンビンミックスを買ってお家で作って食べてほしい。なるほど、すごい美味しい。やります、やります。そう、やってください。いいですね。いい、よくない。どんどん出てくる。粉物シリーズで言うと、ひらやちミックス。ひらやち、またミックス。ひらやち、ひらやち、ひらやち、ひらやち。沖縄県民は正直ひらやちはなんていうのかな、メリケン粉、あの薄力粉、小麦粉、うん、小麦粉、チーチキンとニラを混ぜて、まあ、作るだけではあるけど、あー、美味しそう。まあ、でも県外の人がよりね、美味しく食べるにはやっぱミックスの方が分かりやすいかなって思うので、ひらやちミックスはちょっとおすすめしたいです。材料的にはなんかチヂミみたいな。チヂミ？そう、それに近いかも。あ、うん、いいね。それまた作る系だ。作る系、美味しそう。台風がね、来るとね、沖縄県民は平屋地派か、あのそうめんチャンプルー派かに分かれるんですよ。家から出ないからか。そう、うちにあるので作れるご飯って感じで、うは平屋地派です。あ、そうなんだ。面白。あと、まあ、ちょっと定番よりにはなるんだけど、はい、おすすめのチンスコがありまして。チンスコ、そう、あのチンスコショコラ。チンスコショコラ、チョコレートショコラ。そう、ほうほうほう。チンスコは知ってますか。もちろんですよ。はい、クッキーでしょ。ギリギリギリ知ってます。ギリ知ってるよ。沖縄のね、定番のお土産が、はい、まあ、チンスコあるじゃないですか。チンスコはチョコレートでコーティングされてるチンスコがあるんですよ。美味しそう、美味しそう、美味しい。確かに美味しそう。そう、これはぜひ食べてほしい。チンスコショコラ、県民もよく食べます。もうお土産とかではなくて、食べるんだ。チンスコとかもうね、県民の人食べないと思ってた。うん、まあ、チンスコは食べる、食べる、食べるんだ。サーターアンダギーは食べる。サーターアンダギー食べます、食べます。違ったわ、全然発音違った。ちょっと発音がなんか外国みたいでした。でもちょっとね、あのミックスシリーズでちょっとサーターアンダギーミックスも本当はおすすめしたいんですけど、あ、おすすめしていいんですか。あ、無理だ。テレビショッピングみたいな動きが、動きが、アンミカの動きしてる。ちょっとサーターアンダギーは、まあ、なん
ていうのかな、揚げ菓子なんですよ。あー、はい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 。でサーターアンダギーのサーターが砂糖、ほうほうほう、でアンダが油、おー、アギーが揚げ、へー、油、だから砂糖天ぷらです。あー、砂糖揚げたよってことか。ミックスコーナー気になるな。ちょっと気になりますね。うん、おー、ぜひぜひ。お土産にできるかはちょっとわからないんですけど、はい、沖縄結構沖縄特有のアイスとかが、あ、おー、多いんですよ。へー、熱いしね。そう、あ、2個いっていい？どうぞ。それを2個を1個にカウントするんで。すごい。アイスゾーンとして。沖縄県民にもすごくなんていうのかな、馴染みがあるアイスがあって、はあはあ、それがアンパンマンアイスっていうのがあるんですよ。アンパンマンはアンパンマン？アンパンマンはアンパンマンです。ちゃんとアンパンマンが書かれてるアイス。あんま見たことないな、アイス。聞いたことない。逆に県外にアンパンマンアイスいなくてびっくり。アンパンマングミぐらいだよね。そう、アンパンマングミはわかりますけど。なんかちょっとミルク系のなんていうのかな、アイスキャンディーの中にチョコレートが入ってて、へえ、しかも当たり付き、当たり付き、すごい、めちゃくちゃ力強く言ったら、うん、当たり付き、これはすごい、ガリガリ空想テンションしないとないよ。電話が殺到するかのような喋り方でしたね。なりえません、なりえません、今アンパンマンアイスが鳴りやみません。でも美味しいんですよ、アンパンマンアイス。ちょっと気になるな。しかも安そう、なんか知らんけど。もう一個はちょっと、これは期間限定のアイスだから、はい、まあ、時期によっては売ってないんですけど、うんうんうん、A&W っていう沖縄のファーストフードがあるんですよ。はいはいはい。そこのオレンジジュースとコラボしたアイスキャンディーが今出てて、絶対美味しいわ。美味しい。絶対美味しいわ。エンダーオレンジのアイスをぜひ。今売ってる時期。今最近ちょっと再発売してて、ちょっとコンビニ寄るたび見よう、うん、残ってたらあります。うわー、うわー、ちょっとテンション上がる。全コンビニとスーパーめっちゃ楽しみだった、ね、これはいろいろ行きたいですね。ちょっとプロデューサーおすすめのアイスもあるので、はい、シシゴ、シシゴ紹介していいですか。はい、あらかきチンスコーアイス。あらかきチンスコーアイス。アイス好きすぎるプロデューサー漏れ出して、シシゴが漏れ出したよ。どうしても言いたい。あらかき、あらかきチンスコーアイス、バニラとチンスコーがなんか混ざってるアイスで、チンスコーじゃんの、美味しそうかも。へー、甘じょっぱい。なるほどね。楽しい。無限に喋れるじゃん。どこ行く？いっぱいありますね。10個でいいの？ファイナル、ファイナル飾るの何？10個みたいな。ファイナル、そうか、もうファイナルだ。いや、もうファイナルですよ。ファイナルでしょ。マジでおもろい。やばい、オチ考えてなかった。オチは別にいらないです。今思いついた1個でいいです。今思いついたの。はい、じゃあ、はい、ラスト1個、はい、言いますね。はい。沖縄の天使の羽っていうお菓子があるんですよ。天使の羽。テレビで取り上げられてた。なんか知らない。青いパッケージ。そう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 。美味しいんだ。いや、白い恋人みたいなテンションで言ってますけど。こんな、都合のいいことある？あれはですね、あの、塩せんべいって言って、まあ、それも、まあ、美味しいんですけど。美味しそう。まあ、それの、まあ、なんていうのかな、あ、な、残りなのか、揚げかすなのか、なんかわかんないけど。揚げかす？なんか、そこから、なんか、それの、なんか、付属品みたいな感じなのを商品化したのが、天使の羽っていうね。へぇー。あの、しょっぱさがね、いい感じに癖になるし、なんかもう、あ、天使の羽止まらないみたいになるんですよ。ちょっと顔知ってはいた。揚げかすが天使の羽ってことですか？そうそうそう。なんかしょっぱいしょっぱい。あれ説明しにくい。なんだろう。本当にあの、天使の羽。天使の羽天使の羽みたいなんでしょ、そう、天使の羽。けど。あー、ボロボロ。ボロボロ。天使の羽ボロボロじゃないですか。失礼だろ、天使。なんでこんなに。天使の羽すごい。天使に失礼だろ。けど、美味しいだって。打倒士の羽だよ。これは県民皆さん食べるんですか？これ普通にあのコンビニにも売ってるし、スーパーにも売ってるし。あ、ちょっと気になる、これ。これ気になる。美味しそう。あまりに見た目が悲しいな。こんなにディスられると思わなかった。天使の羽。じゃあ以上、ういちゃんの沖縄おすすめ商品、はい、ベスト10でした。これは普通に参考になったんじゃない？ねえ、めちゃくちゃ楽しかったわ。はい、まあ、テレビショッピング出れるよ。本当だよ。沖縄商品をいっぱい PR させてください。ね、できるできる。え、あとまだあるんですよね。いや、もういいです、もういいです。もう大丈夫、持って帰れない。あのおにぎりとかもですね。あの油味噌とかも一緒に痛いな、気になるな。おにぎりとか、やめろやめろ、止まらない止まらない。寿司も美味しい。寿司も美味しい。はい、というわけで
ということで、ぬみちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。夢で見る。ぬみちゃんのチャンネルにもコラボ動画上がってるので、ぜひ見てください。はい、はい、というわけで今日も見てくれてありがとうね。またね、バイバーイ。また野菜、また野菜、また野菜、いや野菜野菜